地中海連合は欧州連合の加盟国と地中海沿岸国による共同体。2008年7月13日にフランス大統領ニコラ・サルコジにより設立された。もともと地中海連合はサルコジがトルコの EU 加盟に反対していた一方でトルコを加えた新たな地域統合の構想の枠組みとして提唱していたものであったが2008年3月に 構想段階での規模が縮小されたことで、トルコの EU 加盟の代替案という考え方は破棄された。トルコは2008年に地中海連合を EU 加盟の代替としないという保障を求め、その上で地中海連合に参加することを受け入れた。ニコラス・ハルコジは大統領選挙活動中に地中海連合創設構想を提唱した。地中海連合構想はもともと、 サルコジの大統領選挙中に主張されたものである。この大統領選挙でサルコジが勝利したことを受けて地中海連合構想は具体化されていった。地中海連合の対象となる見込みの地域にはイスラム世界が含まれているが、サルコジは地中海連合がイスラエルと近隣のアラブ諸国との和平を促す役割を果たすと考えている。 今後地中海連合の中心的な機関の中心は2008年のフランスの EU 議長国の任期末までに設置されることが見込まれている。2007年10月23日にサルコジは地中海沿岸諸国の首脳に対して2008年6月にフランスで厳格な平等の原則に基づく政治的 経済的、文化的な統合体設立の基礎を構築する首脳会議を開くことを伝えた。ところがこの時点で細部がまだ確定していなかったことから批判が集まった。それに加えて、地中海連合と既存の欧州、地中海パートナーシップとの関係について、地中海連合の設立により EU の地中海政策の効率が低下し、また、 南欧諸国が不評の EU の地中海政策から離れ地中海連合に関心を集中させることになるのではないかという主張もなされるようになった。また世論が形成されない中で EU 地中海連合間での経済政策や人権問題政策での競合についても争点となった。さらに EU の警察、刑事司法協力との重複も問題とされた。 2008年に入り、サルコジは EU 域内や欧州委員会に広がった反対論を受けて地中海連合構想の規模を縮小させた。同年2月末にヨーロッパ担当省ジャンピエール・ジュイエはこの地域における既存の EU 機構と政策を完遂し、充実させるために地中海の連合は断念し、地中海のための連合体を目指すと述べた。 その後のドイツ連邦首相、アンゲラ・メルケルとの会談で、地中海沿岸諸国に限らず、既存のバルセロナプロセスに基づいて、地中海連合を設立することで合意した。また、トルコも地中海連合を EU 加盟の代替案としないという現地を、フランスから得たことを受けて、地中海連合への参加に同意した。これらを受けて、地中海連合は2008年7月13日に、 発足する運びとなった。地中海連合は EU よりも緩やかな連合体である。サルコジは地中海沿岸の市民に EU と同じことを同じ目標と同じ手段で行うことを求めたにもかかわらずサルコジは地中海連合は EU モデルに基づくものではないとも述べている。しかし2008年に構想の縮小が進められると欧州投資銀行に習った。 地中海投資銀行など多くの案が撤回され、代わりにより実務的な案に焦点が当てられるようになった。当初の案では、参加国は EU の理事会をモデルとした議長国を輪番制とする常設の理事会を設置し、エネルギー、安全保障、カウンターテロリズム、移民、貿易を扱う場とすることになっていた。またフランスは、自らが持つ、 原子力エネルギー技術を北アフリカに提供し、その引き換えに天然ガスを手に入れようと考えていた。地中海沿岸諸国と EU は、政治汚職、テロリズム、組織犯罪、人身売買といった司法分野で共同で行動し、一部の機関を共有することも含まれていた。 バルセロナプロセスに対して EU のすべての加盟国を含む一部で失敗とみなされていた。これは地中海沿岸諸国がより明確な方向性を求めていたのに対して北ヨーロッパ諸国の地中海政策への関心が薄かったことによるものである。当初案での狙いとはヨーロッパでの関心と協力の欠如を起こさないということであった。地中海連合は すべての EU 加盟国と地中海沿岸諸国でバルセロナプロセスにも参加している国などである。これはヨーロッパ、北、アフリカ、中東の間での架け橋を築くという考え方によるものである。当初は EU 加盟国でも地中海に面するフランス、スペイン、イタリア、スロベニア、マルタ、ギリシャ、キプロスだけを参加国とし、 その他の EU 加盟国を発言権のないオブザーバとすることになっていた。ところがこれらの国々、特にドイツなどは影響力を持つことのできないような構想に対して EU の資金を使うことを承認することはできないとして反発した。1億8760万人の人口を要するアラブ連盟は地中海連合全体の人口の25%を 占めているが、その内部で地中海連合に対する賛否が巻き起こっている。モロッコとチュニジアは地中海連合に賛成している。リビア政府は地中海連合案に関心を持っており、対外連絡国際協力担当全国、人民委員会初期のアブドラフマーン・シャルガムをサルコジの訪問に先立って、 チュニジアとアルジェリアへ送り、両国の大統領と地中海連合について協議した。この中でリビア側は、フランスがアラブマグレーブ連合諸国に対して、地中海協力の名のもとに、自らの派遣を強いることを、ムアンマルアルカザーフィーが拒絶していると呼びかけ、地中海連合について、北アフリカ諸国が発言する前に計画を公に、することは、 フランスの誤りであると発言した。2008年6月11日、シリア、エジプト、アルジェリア、モーリタニア、モロッコ、チュニジアのアラブ諸国の首脳が、トリポリでの会談の中で、地中海連合に関する協議を行い、アラブ連盟の他の加盟国の地中海連合に対する態度や、ドイツが地中海連合に全英、e、雄加盟国を加える。 ロビー活動を行っていることについて話し合った。レバノン大統領、ミシェル・スライマーンは、フランス大統領のレバノン訪問中に、レバノンが地中海連合構想に対する指示を公言した。2008年7月12日、アラブ諸国は、パリでアラブ連盟事務総長参加の下で会合を開き、地中海連合関連の諸案について協議した。 アラブ連盟の地中海連合に対する公式な反応は懐疑的なもので事務総長アムル・ムーサは地中海連合の創設以前に中東では地域問題を協議しなければならないとしている。つまりイスラエルやイランを念頭に置いて中東の非核化やイスラエルに対する過去60年間で出されたおよそ70に上る国連決議などの国際法の適用と対応を求めている。 2008年7月13日、ヨルダンやモーリタニアを含む地中海沿岸のアラブ諸国首脳が集まって会議を開いた。ただしその場にはリビア首脳とモロッコ国王は出席していなかった。地中海連合構想に対してスペイン、イタリア、ギリシャは支持する構えを見せていた。ところが EU、そしてドイツは地中海連合構想に警戒していた。また、 欧州委員会も地域協力を促進させる動きは良いとする一方で既存の機構の枠組みで設置されるべきだともしていた。これは欧州委員会としてはバルセロナプロセスが成果を上げているということを示す意向によるものでサルコジの構想はそのバルセロナプロセスを根底から覆すものになるためである。欧州委員会と EU 主要機関は サルコジの構想について、より精査する必要があると考えていた。反対論ドイツ外相、フランクバルター・シュタインマイヤーは、地中海連合構想の動きに対して警戒し、地中海連合は、e、EU や、バルセロナプロセスと競合しないようにするべきであると、強く主張した。2007年12月、ドイツ連邦首相、アンゲラ・メルケルは、e、EU の核を分裂させ、 また、脅かしかねないとして、サルコジアンを批判した。特にメルケルは、地中海連合に、e、EU 加盟国の一部しか含まれず、その他の加盟国が除外されているにもかかわらず、EU の資金を投じて、地中海連合を創設しようとするのは、e、EU の危機を招くもので受け入れられないと、発言している。2008年に、スロベニアが EU 議長国となると、 同国首相ヤネス・ヤンシャは、機関の重複、EU と競合するような機関、EU の一部と、近隣諸国の一部だけのための機関は必要ではないと、批判した。もともと地中海連合には、仏読を軸にしていた EU が、東方、北方へ拡大するに従って、ドイツ中心が、明確化してきた、フランス側の苛立ちがあるとされ、 さりとて北アフリカ諸国を EU に加入させることも不可能なため構想されたとの側面もあり、ドイツ、旧東欧の警戒心はこれに由来する。マルタサルコジは2007年の大統領、選挙運動中に、トゥーロンで地中海連合構想の概要をまとめた際、その参加候補国に、フランス、ポルトガル、スペイン、イタリア、ギリシャ、キプロスを挙げたが、 マルタを含め忘れたことで、マルタ政府の反感を買った。中仏マルタ大使、ビッキアン・クレモナは、サルコジの失態に対して、マルタ政府の遺憾の意を表した文書を送付した。またクレモナは、当時国民運動連合の大統領候補だった、サルコジに対して、EU、地中会議会会議の当時開催国であった、マルタの役割についても言及していた。 サルコジは直ちにマルタの地中海地域における重要性を認識しているとした上で謝罪文を送った。当時内省であったサルコジは欧州対外国境管理協力機関の訓練にマルタを招き、マルタの地中海連合への参加のためになりふり構わず事態を収束させようとした。ヨーロッパ諸国の批判を受けてサルコジは 自らの地中海連合構想の縮小を余儀なくされた。ドイツの反感で、普通国両国の首脳会談が2008年の6月まで3ヶ月間先延ばしになったが、サルコジはなおも同年7月13日に関連 EU 加盟国と地中海南岸諸国との首脳会談を開くことにこだわった。このことは地中海に面しない EU 加盟国が 自己承認するだけとなるとして、反感を買うこととなった。イスラエル大統領シモンペレスは、サルコジの提案を積極的に見ている一方で、トルコは、自らの EU 加盟の大対策にされかねないとして、地中海連合案を拒絶していた。2008年3月に、地中海連合を EU 加盟の代わりとしないということが確認されると、トルコは、 自らの参加を受け入れることに決めた。ありがとうございます。